皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アクアリストタッカーです。こちらはエンゼルフィッシュです。エンゼルフィッシュは結構知っている方も多いのではないでしょうか。結構丈夫だし飼いやすい魚だと思います。ただね、同種同士や同じくらいの大きさの魚には攻撃する気が荒い性格もあるので、混泳させるならよく考えて混泳させることをおすすめします。ちなみにね、うちのエンゼルフィッシュはね、1匹だけだし、まあターゲットになる相手がいないのか、他の魚に攻撃することはまずないので平和ですね。ではエンゼルフィッシュの紹介でした。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録まだな方はチャンネル登録よろしくお願いします。バイチャン。